東北学院辻が丘高等学校は宮城県仙台市泉区天神沢2丁目にある男女共学の私立高等学校。通称は学院辻が丘、辻が丘、宮城県内では学院流、流と呼ばれることが多い。キリスト教系の学校である。学校法人東北学院によって設置され、東北学院大学の系列校である。また、 東北学院高等学校とも兄弟校であるが、同校とは異なり、男女共学、私服制の高校である。もともとは、東北学院高等学校の筒子顔岡校舎という位置づけだったが、1972年に独立した。以前は、男子校であったが、1995年に男女共学に移行し、今日に至る。仙台市北東部、泉区天神沢の、 東北学院大学泉キャンパス内に位置する私立高等学校である。校名であるじが丘は、龍岡公園の一角に、前身の東北学院高等学校じが丘校舎が設置されたことに由来し、由来を忘れないようにという願いと、当時の在校生や卒業生から愛着があるじが丘という校名を残してほしいという声から、 つつじが丘高校として独立後もそのまま使用している。学校の標語は、東北学院高等学校と同じく、D.B. シュネーダーが制定した、ライフ、ライトラブである。また、スクールカラーは、スカイブルーである。少人数教育からスタートしたため、他の東北学院に比べると設備が小さかったが、老朽化や、生徒の増加に伴って、学校施設の増改築が、 徐々に行われ、複雑な校舎配置になっている。東北学院高等学校は男女別学であるが、本校は男女共学によって差別化を図っている。制服が存在せず、私服で自由な校風で知られ、自学自立をモットーとしている。なお、上記で述べたようにもともとは男子校であったことが影響して、男女比は7、3程度である。 男子校時代には特に学習面において、スパルタ教育の方針が強かった。そのことが、大学進学実績に貢献し、旧男子校のナンバースクールの滑り止めとしての地位を保っていたが、男女共学化された現在では、中堅校、順進む学校クラスの滑り止めとなっている。また、一定程度、推薦制度を利用して本校に第一志望で入学する者も,も存在する。 間違われがちであるが、公名は、地名の、龍が、丘ではなく、龍家丘である。本校のカリキュラムは、特別進学コースと TG 選抜コースと総合進学コースの3つのコース制である。なお、2018年度より、外部講師による課外授業を開講している。なお、入学試験日には朝に、 泉中央駅から東北学院大学泉キャンパス行きの直通バスが大幅に増発され、試験終了後は本来は進入できないキャンパスの中までバスが乗り入れ、東北学院大学泉キャンパス内の試験場の前の道路から泉中央駅行きの臨時バスが増発される。この記事はプロジェクト学校高等学校テンプレートを使用しています。ありがとうございます。